アルバート・オーハー・シュマンは、ドイツ出身の経済学者。専門は、政治経済学、開発経済学。ベルリンで、ユダヤ系の家庭に生まれる。フリードリ・ヒビルヘルム大学に進むもののユダヤ系だった。ことから、ナチスの政権獲得に伴い、フランスに出国、エコール・デ・オート・エチュード・コマーシャル・ド・パリア、ソルボンヌ大学で学んだ後にロンドン・スクール・オブ、エコノミクスに留学。 スペイン外戦における共和国側での従軍を経て1938年にトリエステ大学で博士号を取得。アントン・ドストラー将軍の軍事裁判に手通訳を務めるハーシュマン。学位取得後は姉のウルスラと共に反ナチスの活動を続けるが、フランスがナチスドイツに占領されてしばらく後にポルトガルに脱出し、ロックフェラー財団の奨学金でアメリカ合衆国に赴き、 カリフォルニア大学バークレー校で研究生活に入る。1943年から1946年までアメリカ合衆国陸軍に従軍の傍ら最初の著書、国力と外国貿易の構造を上司。復員後は連邦準備制度理事会勤務から1952年に世界銀行のスタッフとしてコロンビアに赴任し、 ボゴタにある国家計画局の財政顧問を2年間、勤めた後指的な経済コンサルタントとして1956年までコロンビアに滞在した。アメリカに帰国してからは、イェール大学のリサーチ教授を振り出しに、コロンビア大学国際経済学教授、ハーバード大学政治経済学教授を歴任。1974年に、プリンストン大学プリンストン高等研究所経済、 学教授となり、2012年に97歳没で死去するまでその座にあった。この間、1978年にラトガーズ大学より名誉学位を授与され、1980年に政治経済学の部門でフランク・イー・ザイドマン特別賞を受賞。1990年から1995年までベルリン高等研究所のフェローを務めた。ありがとうございます。